れ様です。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。皆さん、星投げカウントよろしくお願いします。昨日のオンラインライブのルームフラジって始まったの気づかない。私も昨日のオンラインライブさ、今見てた。15分ぐらい。何その贅沢すぎる時間使い方。ほんとそれな。ああ、何もしてないと思いながらやってた。ふなみん元気元気ですよ。あ、もばめは書きました。そうね、こんばんは。皆さんありがとう。そう、明日タイムテーブル決めたいなと思って、明日お昼、皆さんがお昼休みに多そうな時間と夜かなと思ってて、なんか夕方とかなんか中途半端な時間にもう一回やって3回にするのか、でも1時間1時間になっちゃうかなと思ってる。明日は昼1時間夜1時間みたいなかなって思うんだけど、こんばんは、ありがとうございます。朝は小声朝やる。私は昼は馴染むくて、夜はえっとね、11時ぐらいからならできるかなって感じ。多分ね。5時半は無理ね。そう、明日は対バンアイドルステージフェスなのでよろしくお願いします。この配信は12時10分までなんですけど、さっきと前の配信がちょっと押してしまったからちょっと早めに切ろうと思ってます。昼の場合は12時半とかからかいいのかな。12時半とか1時とか、8時9時昼夜だ、どっちだろう、朝か夜かどっちだろう。夜は私が11時からぐらいしかできないんですよ。明日ライブがあるので。夕方も夕方が
3時ぐらいまでしかできないんで、朝やってみる？明日か明後日か、明後日がまた夕方ぐらいからしかできなくて、まあ夕方7時ぐらいしかからしかできないんですよ。夜のね、朝からずっとお仕事があるので、でもそしたら明後日が2枠でよかったら、じゃあ明日朝昼夜やりますか。朝だったら何時が都合いいですか？かわいい、好き、ありがとうございます。8時ぐらいがちょうどいい人もいるし、5時半がいい人もいるもんね明日よろしく、これ大丈夫、ありがとうございます。こんばんは、みんな朝早すぎでしょみんな、私5時台は無理です。まあ7時ぐらい、7時半、7時とか7時半とかなら多分頑張るはいける。かわいいみんな早いね。見れるときありがとうございます。じゃあ私決めていい？待ってね、まあ、でも二度寝するから終わったら絶対に二度寝するので、どうしようかな、7時か7時半かで迷ってんだけど、じゃあ2択、7時か7時半で、どっちかのね、7時、 OK、 じゃあ7時ね。対バンのこと考えてね。いやそりゃそう、ま、一番はライブ優先なのであれなんですけど、
アンケートってさ、私のやつできんの？これアンケートってさ、できるとこあるの？私あった、投票。投票使ってみて。あ、そうあったんだ。え、嬉しい。え、これ誰に届いてんの？何これ？え、これ何？あ、じゃあ7時が1で7時半が20ってこと。私さ、え、確かに朝出しも、待って、あ、3個できた。じゃあ1時が7時、2が7時半、3が朝はなしで昼夜だけ。これ何なってんのって。私このさ、ショールームの投票初めてやった。間違った。これさ、17ではよくさ投票やってたけど、あ、え、これどのぐらいでさアンケート終了す、投票終了できんの？これ自分で勝手に決めんの？じゃあ5、4、3、2、1、締め切り。え、3が多いです。朝なし多いです。3が 42.3% で、朝なしが 42.3%、 1が 29.5%、 2が 28.2% でした。じゃあ朝なしで。じゃあ昼12時半からがいいのかな、1時半がいいのかな。12時から休憩の人もいるし、1時からの休憩も人もいる、多分いるでしょ。だから12時半とかから、あ、違うか。あー、なるほどね、割れたってことか。こんばんは、ありがとうございます。なるほどね。じゃあ昼は12時半からにしましょう。12時半からでいい。で、明後日多分朝やりますね。で、夜は、まあ、一応仮なんですけど、ホテルに着けたらなんですけど、11時から1時間みたいなことにします。明日はそれで行こうかな。
それでよろしくお願いします。明日は2回配信にして、明後日が 3回朝できたら、できたらっていうか私が仕事行く前にって感じにしようかなって思う。だから7時とかだと思う。もっと早いかな。シャンプー今何使ってんだろう、わかんないな、ちょっと忘れちゃった名前。ピンク色のやつ。明日1時間ずつにしたいと思います。今仕事終わって、この時間しか来れなかったけどしっかりしなきゃ。ありがとう、ありがとうございます。明日の中野行かないと。明日は中野、ぜひ私の出番が20時10分なのでよろしくお願いします。もうどうしようかと思ってますけども、もう怖くなってきちゃって。こんばんは、ありがとう。今日の調子はまあ普通です。夜1時間15分やれば4周できるから、昼45分に、あ確かに、それでじゃあ OK。 昼45分で夜1時間15分やれば夜4周できるという感じで、ありがとうございます。セットリストは決まりました。だけどどうしよう。星集めちゃん、前にナナミンが GU で500円だったからみんなも買ったらいいよって言ってた赤白ボードの人はけ、マジ誰か着てる人いました、配信者の方で。しいたけ占い見たらそう前向きだった。こんばんは。イベントいつまで、17日までです。7月17日です。その日はラストアイドルのあの放送がある日です。ラストコンサート。こんばんは。ついに明日です、台湾。台湾でこんな緊張してんの初めてです。今日はこの配信が終わったら寝ます。風呂入って準備したら寝る。どうせ3時とかになる、なります。他のグループ
ループの人にファンにアピールして、私できないんだよね、なんか目合わせたりするの結構む、なんかね、グループでいるときはまあまあ大丈夫なんですけど、怖い。一人は心細い、心細いです、とっても心細いよ結構ね。タジボンさん、クマタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。なんか間違った時とか分かんなくなった時に助けてくれる人が誰もいないっていうのがね、怖いんですよ。これまではさ、自分が例えば歌えなくなったりとかしてもさ、誰かが絶対歌ってくれるじゃん。明日見に行くよ。本当ですか？ありがとう。ユニットってなんかそのね、グループの良さっていうかを結構実感した。一人でライブしてから気づかなかったところを気づきましたね。貸し飛ばした時メンバーみんな目をそらしてきたんだけど、ひどくない？それはひどいでも頑張りますけど、はるかちゃんの衣装出ます、明日は。そう、そうね、失ってから気づくものね。これからは東京拠点になるんですか？そんなこともないし、そんなこともあることもないくもないってか、わかんない、拠点とかはないかな。でも事務所が仙台なので、仙台と東京行き来してるって感じかな。だけどツアーとかもやるから他の県にも行くし、でも出身はっていうか山形だから、いろいろです。あんまり拠点とか決めてない。楽器の演奏した時、ソロの方が間違えても堂々としてればバレないよって励まされたいい励まし。歌えなくなったらこれ感想ですけど何かOK。 ありがとう、しなげかえり、ありがとう。じゃあ、はるちゃん一緒にいるようなもんじゃん。そうね、明日室田さん、そう、室田さん急遽ね、すごいと思って。私の髪型はね、一応決めた。失敗しなければあの髪、しようと思ってた髪型があったんで。
仕事抜け出せたら行くね。抜け出してくれるんですか。パソコンにから移さなきゃ。そうだと忘れてた。最近全然パソコンも開いてない。今絶賛仕事トラブってるので不安。大丈夫。頑張れ。みんな頑張ってて偉いです。本当に本番はありがとうございます。私はあんま頑張ってない。わかんない。頑張ってるって何なのかわかんないですよね。顔ときは声のギャップすごいです。本当？私ってどんな顔からどんな声想像されてんだろう。なみは計画的にここまでできたイメージある。全然計画通りじゃない。計画立てんだけど、どうせ計画通りいかないっていうこと。もう何年もう先のことをずっと考えてめっちゃ不安になって、でも結局何もできないみたいな。計画立てて やるけど計画通りいったことない。楽しんでね。ありがとうございます。頑張ります。ナナミが頑張ってるの俺も頑張れる。そう言ってもらえるのがねとっても嬉しいです。めっちゃわかる。結局意味ない。それな。リボーさん、クマタワーありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうございます。でも計画通りにいかないから楽しいんです。そう思います。何が起こるかわからないからつまらなくないんです。飽きないんですね。ななみちゃんのストレートヘアすごく好きです。美容室は月1ぐらいですかね。でも先月初めて髪質改善をしたんですよ。髪質改善というもの、それめちゃくちゃ良かったので、あの月1でやろうかなって思ってる。
ナナミンと出会って初めて推しがいる幸せを感じてます。嬉しい。推しがいるってでも幸せですよね。好きなものとか好きな人とかいるといいよね。楽しいよね。推しの情報更新されたらそれだけで一日幸せだもんね。助かれてる。サイクリはいた。私も湧くわ。今日の栗作さんの動画見ましたよ。コストコ3分爆買い。あと小部屋も見ました。遠征の計画立ててる時が幸せ。わかる。あんま遠征したことないけど遠征したことあんまないけどでもわかるな。わかります。ななみん誰に紹介しても注文できます。嬉しいです。わかる。でも今ってもう今の時代なんか全なんか推し少ない方推しいない人の方がなんか少ない感じするよね。いやわかんないけどさみんな推しいるじゃん。みんなオタクしてるじゃん。だからいいよね。こんばんは。こんばんは。野菜の結果は全て素晴らしい。本当そうなんですよ。もったいないですよね。東京に接したらななみんの根岸に行くのがすぐ多め。あ、根岸いいよね。いろんな形の推しっていますから。そうね。私の周りおたか、おたいないから理解され、あ、そうなんだ。ナミちゃんをして前はしばらくいなかった。あ、そうなんだよね。まあ、そうでもないのか。みんな推しがいるってわけでもないのか。まあ、推しというかアイドル以外でもね。学校でも周りの子基本みんな何かのオタクでオタクじゃない子の方が珍しいです。そうよね。学生とか そろそろさランキング読んどいていいですか。ちょっと早めに終わると思うから。皆さんありがとうございました。まだ5分だけど早めに終わっとくね。怖いから時間過ぎるのが。読むね。じゃあ行きます。13位アスカさんありがとうございます。12位エスジアと山形さんありがとうございます。11位ソエアさんありがとうございます。10位丸越さんありがとうございます。9位玉井さんありがとうございます。8位さやさんありがとうございます。7位アリキさんありがとうございます。
6位マヤビームさん、ありがとうございます。5位サッピンさん、ありがとうございます。4位パカラさん、ありがとうございます。3位シルラジさん、ありがとうございます。2位タチボンさん、ありがとうございます。そして1位はリボンさんです。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。今日も1日2日目だったよね。あ、一緒にスクショ、ありがとうございます。明日の予定が12時半から45分と11時から1時間15分という感じでいきたいと思います。夜ね、もし間違わなかったらちょっと前後しちゃう、前後というか押す可能性はちょっとあるんですけど、ご了承ください。それでは今日もありがとうございました。皆さんゆっくりお休んで、お休みくださいでは、あ、切りますね。ありがとうございました。バイバイ。